はい、こんにちは、ゆうざきです。ちょっとね、鳥肌が立つレベルの、謎をね、解明してしまったかもしれないです。これやばいですか、ほぼ確実やと思いますね。多分僕が初めて見つけたんじゃないかなというこの情報をですね、今回皆様にですね、シェアしようかなと思うんですけれども、タイトルにもある通りですね、フランソワちゃんとね、クリスチーヌちゃん、これ姉妹、アイドル姉妹なんですが、この2人の間にですね、2人の姉妹がいるんじゃないかっていう説、これをですね、今回ね、提唱しようかなと思うんですけれども、もうこれね、ほぼ確実やと思いますね。公式では言われてないんですけれども、いろんなこうね、情報とかをこう集めていくうちに、あ、もうこれ、兄弟やん、姉妹やんってなりましたね。それぐらい確実なので、ちょっと今回その根拠をですね、まとめていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。というわけで、やっていきましょう。まずですね、フランソワちゃんとクリスチーヌちゃんの関係なんですけれども、これね、もう公式設定で姉妹という設定にちゃんとなっているんですね。で、フランソワちゃんがお姉ちゃんで、クリスチーヌちゃんが妹という感じになっております。これはね、皆さんもご存知だと思うんですけれども、さらにね、家族構成の部分をちょっと見てみましょう。フランソワちゃんは4人姉妹の長女という設定になっておりまして、クリスチーヌちゃんは4人姉妹の末っ子なんですね。なので2人とも4人姉妹設定になっているみたいなんです。ていうか、もうここでちょっと疑問に思いません？4人姉妹ってなりませんか？2人じゃないのっていうところで、じゃあ2人おるんじゃないかなって疑問に思ったんです。僕、残り2人は誰なんやろうなってなったんですね。他にもこううさぎ系のキャラが控えてるんかなみたいな、こう新キャラが出る予定なんかなみたいな感じで、そこでふーんくらいでね、終わらせると思うんです、みんな。でもね、僕はちょっとここめっちゃ気になったんで、ガチでいろんなプロフィールとか調べてみたんですよ、他のキャラクターとかね。ほんじゃあですね、いました、2人。マジでびっくりしました。何の共通点もないやろと思ってたキャラやったんですが、マジでぴったりハマってしまって、鳥肌が立ったんですね。で、そのキャラクターっていうのがですね、なんとピーチクちゃんとパーチクちゃんなんですよ。いやいやいや、そんなわけないやんと。鳥とウサギは姉妹になれないのよみたいなね、血もつながってないしみたいなと思うじゃないですか。いや、僕も思ったんですよ。もう完全に僕ノーマークだったんですね、ピーチクパーチクなんて。でもこれマジなんですよね。これ聞いたらびっくりすると思うんで、ちょっと一回ね、根拠をまとめていくんでね、ちょっと聞いていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、ピーチクとパーチクは姉妹という設定はありません。公式ではね、決められてないんですね。なんですけれども、家族構成の部分っていうのを見てみるとですね、ピーチクちゃんは4人姉妹の次女、そしてパーチクちゃんはなんと4人姉妹の三女なんですよね。ちょっと待ってって感づいた人いましたかね。そうなんですよ。フランソワちゃんもクリスチーヌちゃんも4人姉妹なんですよね。もうこの時点でちょっとおかしいなってなってくると思うんですけど、しかもさっき言ったようにフランソワちゃん4人姉妹の長女なんですよね。そしてクリスチーヌちゃんも4人姉妹の末っ子なんですよね。ということは、残ってるのは次女と三女ですよね。あれ、ピーチクちゃん次女なんですよね。そしてパーチクちゃん三女なんですよ。やばくないですか？こんなことあります？これだけではね、たまたまやろと思われるかもしれないですよね。じゃあちょっと決定的なやつを出しましょうかね。じゃあ好きな音楽ね、これちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まずピーチクちゃん、何の曲が好きかね、ケケアイドルです。はい。まさかこれそうなんですね。これね、クリスチーヌちゃんの好きな曲もこれ実はケケアイドルなんですよ。はい。いや、もうこれだけでもちょっと鳥肌じゃないですか。やばって、って思うと思うんですけど、まだあるんですね。パーチクちゃん、好きな曲、アーバンケケっていう曲が好きなんですね。クールな感じの曲なんですけれども、はい、アーバンケケっていう曲が好きなんですけど、何の関係があんねんと思うじゃないですか。フランソワちゃんの好きな曲、まさか、そのまさかなんですよね。アーバンケケなんですよ。見つけちゃいましたね、これね。これはもう完全に意図的なんですよ。もうこれはもう、確実じゃないですか。やっちゃいましたね。見つけちゃいました。多分僕が一番乗りやと思います。やばいです。もうこれ見たとき、もう鳥肌がブワーって立ちましたね。鳥だけに。はぁ以上のことからですね、フランソワ、クリスチーヌ、ピーチク、パーチクはですね、4人姉妹なんじゃないかという説で、ございますね。いや、これは確実なんじゃないかなとは思いますけれども、これ一番気になるのはね、フランソワちゃんとクリスチーヌちゃんは、ウサギですよね。で、ピーチクちゃんとパーチクちゃんは、これ鳥なんですよね。だから種族が違うわけですよ。だから血がつながってるとかはまずないでしょうから、仮に姉妹やったとしても義理の姉妹ということになるんですよね。なんかこの設定とかにも裏があったりとかまたするんじゃないかなって思ったりしてるんですけどね、ちょっと探しきれなかったですね、それに関しては。あと親は誰なのかとかもね、すごい気になりますよね。仮に姉妹やったらの話ですけどね、僕の完全な推測でしかないんで、全て間違ってるみたいなね、可能性はありますけれども、でもここまで共通点があるっていうのはちょっと偶然とは思えなくないですかね。公式が発表したわけじゃないんで、絶対そうとは言い切れないので、ここは信じるか信じないかはあなた次第ですということでございます。いやー、すごい。動物の森ってね、こういう設定が多分ゴロゴロあるんやろうなと、裏設定がね転がってるんやろうなと思いましたので、これでねちょっとまた調べてみようかなと思いますんで、これすげえと思った情報があったらですね、またシェアしようかなと思いますので、ぜひ次回も楽しみにしていただければなと思います。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました、チャンネル登録まだお済みじゃない方、よかったらこれを機にチャンネル登録していただけますとすごく嬉しく思います。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。それではまたね。ありがとうございました。